パスタにします。これで、これ食べなきゃいけないものがいっぱいあるんで、家にね、それを片付けます。できました。パスタですね。サバのトマトパスタに魚介を合わせてみました。いろいろサバのこのパスタも、早く食べなきゃダメだったんで作りました。今日のどごし生いってみます。うん、おいしい。でも犬がうるさい。じゃあ今日はパスタに行きます。サバ缶のパスタですね。なんか外で犬が吠えてるみたいでですね、うるさいんですよ。じゃあ行きます。サバの味がめっちゃうまい。ブリブリのエビですね。サバの風味がめっちゃいい感じですよ。サバとトマトってやっぱ合いますよね。サバとカレーも合いますよね。うまっ。サバ缶はね、結構ね、僕は重宝するんですよね。買いだめしとくとね、何でも料理合うんで。おいしい。めちゃくちゃうまっ。で、最後に、あ、バッチリうまい。今日は、まあ暑いですね。でもなんか今曇ってんのか。さっきまですごい晴れてて、日差し強かったですけど。宝塚行きますね。LINE読みますね。桜木みなさんは親睦会するようです。ファンクラブの会員のみパワハラしてないからいいかと思います。親睦会とお茶会は違うんですか？ちょ、それすら僕は分かってないんで。こんにちは。今日 X よりスクショしてきました。 OG が声を上げてはダメじゃないですかね。やっぱりわからない。前にインスタライブで批判する人は今すぐ出てってください、と言ってましたが、何を持って発信しているのか理解に苦しみます。 自分の利益なんでしょうか。まずは一人の子を持つ母なんですか。ああ、その清浄さんですね。それね、清浄さん、律子って名前です。もっともっと OG も動かないとならないかな。こんなにも宝塚に寄り添って発信し続けてくださって、自分自身ももっと責任持って発信しないとならないのに、誹謗中傷されてるたびに、されるたびに私なんて心の折れっぱなしです。寄り添い続けてください。ありがとうございます。感謝しかありません。椎名麗さんっていう人に対してですね、そんなお言葉嬉しくて涙が出ます。空組の皆様の舞台を楽しみのどうのこうのってやってる。どうなんですかね。 OG が動くべきなんですか、これは。まあ、個々の意見はあってはいいと思うんですけどね。ただ、ね、一般の人が言ったり、ファンが言ったりするのと、まあ、元宝塚の人が言うのとは、影響力が違うと思うんですね。もう少し、自分の発言に対して、宝塚の関係、OG だったらね、もうちょっと自分の発言に気を使った方がいい気はしますけどね。それこそね、そのファンの心を逆なですることだってありえますからね。少しは考えた方がいいんじゃないかなと思ったりします。こんにちは。先日送った空組三大ラスボス密会の追加情報がいくつかなんで、わかります。ああ、なるほど。わらかす大劇から天の橋立てって言うんですか、これと観光した時に通ったことがあるけど、あそこは夜は真っ暗だね。良い車が不自然に止まっているのはそういうことなのね。知らんけど、あの界隈真っ暗なとこ多いよね。有馬街道も同じくね。次感激の時探索しよっかな。朝5時に3人揃って車に乗り込んでどっかに行きますみたいなとポストを見たってことね。それだから要はセリカトワさんと松風さんと、あの前の宝塚歌劇団が16億円の減収だそうですね。阪急阪神ホールディングスは14日子会社の阪急電鉄が運営する宝塚歌劇団が中核のステージ事業で、2023年売上高にあたる営業収益が前期から16億円の減少となる322億円だったことを発表した。収益というか売上にね、売上高ね。なるほど。利益ではないの。23年9月に空組所属の女性俳優が休止した問題を受けて一部の公演の中止を続けていることが影響した。ホールディングスは今年3月に上級生らによるパワーハラスメントを認め、
保証する内容で遺族側との合意書を締結した。空組は23年9月を最後に公演が行われず、今年6月20日の宝塚大劇場で再開するとしている。単純な素朴な疑問なんですけど、宝塚の、まあ、女優さんっていうか生徒さん、あれってどういう給与形態なんですかね。収益形態っていうか、それぞれが個人事業主なんですかね。それとも給料制なんですか、社員扱いなんですか。なんか何年目までかは電鉄の社員扱いで、何年目からは独立っていうんですか、個々の契約っていう話を聞いたことがあるんですけど、電鉄の社員だった時はもう休みでもね、それは例えば空組なんてやってないわけじゃないですか。でもその間でも給料払われるのが、まあ社員だからってのはわかるんですけど、それ以上の個々の契約の人っていうのは給料っていうんですかね、公演がなくてもお金払われるんですかね、どうなんだろう。普通のタレントさんだったらね、歩合制なので払われないんですけど、宝塚の場合年俸制だから払われるんですかね、何がなくても。野球選手とかと一緒で、とりあえずいくらいくらのギャラで、契約しますって言われたら、それが毎月入ってくるみたいな感じなんですかね。宝塚の収益って今5月でしょ、9月からやってないわけでしょ。それ以前も結構いろいろと322億円もあるんだなっていうふうに思う。あと16億円減。その前はあれですか、宝塚はコロナだったってのもあるんですかね。2022年度とか2021年度とか、だから売上は全体に下がってたとかなんですか。本来であれば1000億ぐらいあるんでしたっけ、宝塚って売上で。わかんない、ちょっと調べてないんで。だから前年度比で考えたりすると、コロナの影響とかもあった前の年で、今年2023年度は行くぞっていう時にこういう問題が起こったって話ですかね。収益率というか、まあ利益がどれだけ上がってるのかここは出てないんですけど、売上はいいんだなと思いましたけどね、単純にね。まあでもあれだけの人数がいたらそうか。ここから株主総会があるんでしょうから、まあ、何かしら宝塚に関する質問とかは出てくるんだろうななんていうふうに思いますけどね。